こんばんは、尾上瑞希です。こんばんは、目が目が目が、こんばんは皆さん。もう寝るとこでした、すいません。こんな、うわ、めっちゃ粉がこぼれちゃった。こんばんは。私もね、さっきねメイクし走ったから眠いこんばんは。こんな深夜にどうしたのって。どうもしてないよ。ただのんびりしてたら配信が遅くなっちゃったって。もうただそれだけです。睡眠妨害のみちゃん、本当に申し訳ない。寝てください、本当に。皆さん寝ていいですからね。全然ぐったりモードでしたって。もう早寝よう、早寝てください。もう尾上さんってほんと迷惑な人ちょうどいい、ちょうどいい方もおる。髪が、耳が赤い。また起きるに決まってる。本当かい。配信したら出る。そうかそうか。じゃあちょっと今日は短めでいきましょう。今日パンダみたい。これはね、お気に入りのパジャマ。ランキング早すぎやろ、始まった瞬間やわ。今日はね、お水木はね、結構充実したダイエットデーでしたね。充実したダイエットデーだったけど、あんまり結構どうやろう、あんまりさ推奨できるようなもんではないかもしれない。仕事に戻って早っ、早いって。もうちょっと見てよ。お腹空いてきたんですよ、めちゃくちゃ。とってもお腹空いてきてて、お腹はね空いてきたよ、さすがに。この時間はまずね、今日は、いや言わんとこ、やっぱみんなから何してんねんって言われそうやけん。とりあえず尾上さんはダイエットを始めたら食欲がねあんまないくなるけん、2日目なんですよ、ダイエット2日目なんで。そもそも全然お腹空かないのよね、昼間。配信始めるとお腹空くんだけどもう言われた、謝れ。そうなの。あー、カルカンさんありがとう、ピカピカ。そうなんですよ、全然食べてない今日は。言ってもね、まあ食べたかな、ちゃんとサラダ、ヨーグルト、朝はヨーグルトで、夜もヨーグルトと、何食べたっけ、サラダと、あ、焼き芋も食べた。焼き芋、焼き芋ね、みんなねダイエットにいいらしいけん食べてみて。しかもめっちゃ美味しい焼き芋の仕方があるんだよ、炊飯器で玄米で炊くだけなんだけど、めっちゃ簡単で、めっちゃなんか もっちりねっとり焼き芋っていうのができるんですよ。超おすすめ、皆さん美味しいから。水木大好き。え、やってみて。え、めっちゃ一回やってみてほしい。あのね、炊飯器あるやん、炊飯器に洗った焼き芋入れるやん、焼き芋じゃないさつまいも入れるやん。それで半分ぐらいまで水は入れるしさ、半分ぐらいまで水入れて、玄米メニューで、玄米のコースで炊飯するだけで、もうめちゃくちゃなんかもうなんかねっとりした甘いさつまいも焼き芋ができるけん、皆さん作ってみてはいかがでしょうか。焼き芋、焼き芋、違う、洗ったさつまいもさんです。
そうだよ、壊れないよ全然。壊れんし、でも注意よ、熱すぎるけん取るときは。あちちちちちあちちちあちちちちってやんないちゃやんないといけなくなっちゃう。マジで毎回私はそのさつまいもを取り出すのに半分ぐらい火傷を負ってやってます。マジで熱すぎて、熱すぎてもうマジでやばい。キッチンペーパーとか持ってくるっちゃけど、もうそんなんじゃね、そんなんじゃね無理なぐらい熱いけん、みんな気をつけてください。伊藤さんありがとう、ピカピカちょっとふざけちゃった。で確かに素手で触らんければいいっていう、こういうトングとかでピュンってすればいいんじゃない。トングトングとかないもん、うち。発表はね、あのTIFF でデビュー2024っていう大型オーディションに参加しますっていう話でした。イエーイイエーイ。でもう長崎帰る準備はね、心の準備はできてるんだけど、まだ荷造りとかはしてないけど、もうそろそろセント、ごめんなさい調子取りました。マジでマジで嬉しい、本当にマジで超嬉しい。長崎帰るのけどね、あの一旦福岡に行くの、福岡に行ってからの長崎なんで、最初福岡にちょっと滞在する。久しぶりに福岡行けるの楽しみだにゃー。発表は神谷翔太で、おめでとう。あれ聞いてなかったの、宮笠子さんいなかったね。そういえば昨日菜箸とか、菜箸は持ってるけどめんどくさいけんさ、素手でこうガシッていきたいんだけど、あちちちちってなるから、一旦あの炊飯器をオープンにして、なんか20分ぐらいしてから取り出すようにしてます。アイドルまたやるの、そうやりたいなと思って応募しました。頑張ります。一瞬出演決まったのが、今からです、オーディションするの。ルール変わる、あそうかも、ルール変わるかも、それはあるかもしれない。手土産、あ、来ました。もうねーな、あのね、あ開けちゃったの、開けちゃった普通にだって気になるじゃん。開けちゃったんだけど、プレゼントいただいて全部バッチリ届いてました。ありがとうございます。あのね、もうねめっちゃ美味しそうなお菓子だってんだけど、無理、食べたい、なんでもう持っていく前に食べてやろうかと思ったけど嘘でしょ。けどあのマジでダイエット中やけんか、あの鍋の下に置いた絶対取らんように最初なんか食べよっかなとか思ったの、ちょっとぐらいいいよねと思ったけど、ダメダメダイエット中だと思って、簡単に取れんようにおっきい鍋の下に入れといた。そうで帰る時持って帰ります。ありがとうございます、プレゼント。そうです、もともとねちょっとやってたんだけど、福岡何して、福岡はねあのいとこがいるから親戚がおるのと、お友達も福岡でさ2年間専門学校時代は福岡にずっといたから、そう友達がいっぱいいるんですよ。まあ、あとはね長崎の人って大体福岡に行くんで、なんか上京みたいな感じで上福みたいな感じなんよ。長崎の人たちって上京よりも全然上福の方が多い、みんな福岡に行くから、福岡で住んでるとか仕事してる人と友達いっぱいおるけん会いに行くの、福岡の友達代わりに取ればいい。ナンバーナンバーそういうのアイドル、ええ、そうだそうだそうだけどさアイドルするのもっと無理越して、もう十分やろこれで、かわいい、ありがとうございます、届きました、ありがとうございます。えではもう応援する気はないんだけどね、そんなこと言えるけど、おみずきがアイドルになったら応援するやろ応援するやろ、食べてあげて。賞味期限はありました、
あったけど、なんかちょっとね、いや、もうよぎったよ、そりゃ食べちゃうかなって。けどダイエット中やったけん大丈夫やったあれダイエット中じゃなかったら危なかったよ、ほんと。最後の2枚とかさ、2個とかをさ、これプレゼントだよとか言って家族に2個とかなっとったかもしれん。なんかいっぱいあるうちの。危ない危ない。分かってきました。なんかね、全然大丈夫だと思いますよ。結構福岡に、服を買いに、福岡にね、やめて。福岡なんて東京で買えるし、福岡で買えないものないからね。だいたい東京で買えるから、それは気づいてしまった。残念ながらのだいいな、のじゃん君とで、ね、あら、そうなんだ、アイドルやってましたよね。ワンクッション、そう、ワンクッション入れて、そう、行くんです。大阪だと女王ですね。重複するの、みんな泣いてる。すごい自信やな。なん、すごい自信って、自信え、全然気づかんかったえ、自信起きた、全然気づかなかった。みずき大好き。賞味期限ちゃんと間に合うよ。うん、全然間に合いそう。結構長かった。暑くない？あ、ちょっと暑い。しかもなんか筋トレしたけん若干体重良くなっとる。ハロー水木。グラビアね、需要ないっちゃないかなと思う、私勝手に。あるお水木のグラビア興味福岡ってハンガー使うらしいね、福岡県。そういうこと誰が言い出したんそれ。ピカピカありがとうございます。今じゃで誕生日1月。え、そうなの？23ですか？21かな。え、嬉しいね。もうすぐやんね。なんそれ。そっちかよ。今一生懸命自信かと思ったよ。そっちの自信かい。何それ、どういうこと？すごい自信やなって。何の自信？可愛いって。ありがとう。どういうこと？何買ったか？自信って何？自信かと思った。自信ないですよね。最近さ、なんかさ、あの自信っぽいのがさ多すぎてさ、なんか分からんくなっちゃう。家が揺れてるのか、風で、地震で揺れてるのか分かんないですよね。なんか千葉とか地震多いんじゃない最近。違う？需要あるって。服洗わないで有名な。あ、これ洗ったよ。この服洗った。少しだけだって。知ってますよ、知ってますよ、野田さん。ユーカリの次でグラビア興味あります。ユーカリの次だいぶあるやん。誕生日来ちゃうよ、ドキドキ。耳赤い、まだ。こんばんは、おみずき、おみずき、おみずき。何だい何だい何だい。これとかリアタイじゃないからむずい。え、何何よ。おみずきが揺れてんだよ。え、私が揺れてんの。しかもさ、配信するときにこうさ、画面を触るとさ、こうやって揺れるやん。やけんさ、一瞬地震かなって思う瞬間もありますよね。電車で言う、え、電車もね、分かりづらい。こうやって寝とっときが一番分かりやすくない？誕生日来たら次で24になります。24歳、どうですか？24歳ですけど、ぽい24歳に見えますか？アイドルやめて踊ってない。うん、全然踊ってないと夜景やばいよ、やばいよ。ちょっと練習せんと。合宿審査があるからね。お水木を大激怒しているの。してるか、してるか。どう見ても穏やかやろう。どう見ても穏やか。これより穏やかな人はいません言い過ぎた。それは言い過ぎやろ。それは言い過ぎです。来月の誕生日準備はちょっと整いました。もう早い。おみずき、そうだよ、タンプル決まらない、来年まで。え、ダメ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 でしょ。そんな
いいじゃないの。そうね、今回のその今のアイドルのに参加したオーディションは大丈夫でした。アイドルやってた頃の方で、そうだよ。いやマジで大丈夫かな、踊れるかな。あ、そうだよね、 SNS 全然写真ストーリーはちょいっと載せたかな。変わってますね。ね、ガラッと変わったよね。チーム戦もなくなったし。こんばんは。歌が不安。いやもう歌どころかですよ、すべてが不安。おいづき可愛いかも。いらん。かもは、かもはいらんやろ。運命のルート審査、それあったらマジでもう結構落ちたみたいなとこありますよ。ありがとうみんな。大丈夫ね。え、どうなんですかね、どれどんな感じなんやろ。年齢制限は確か何歳ぐらいやったかな、何歳やったっけ。でも27歳ぐらいまでだったんで、制限がだいぶありますよ。上は水着でコーナーキック。まだいい。夜と水着でコーナーキック。やばお腹鳴った。どうせ可愛さで優勝するやろ。え、そんなそんなわけないやろ。可愛さだけでやってはそんなわけできない。歌もダンスもできませんって、最悪じゃん。二十歳でサバヨもいけそう、全然いける自信あるよ私。二十歳で、でもな、髪染めちゃったからな。髪染めて髪切ったからちょっとだけ大人っぽくなっちゃったかな。もうちょっと子供っぽかったんだけど、16までは信じれる。え、マジ16歳ですって。そんな足立さんだっけ、足立さんみたいなことできる。ここニキビできてる。え、足立由美さんだよ。美ちゃんかわいい。足立由美さんってすごくない、超年齢不詳。え、足立由美さんだよ。足立由美さんのこと足立さんって言わないか、友達のように知り合いのように言ってた。道場、それ道場やないか、道場やないか。水玉ズボン履いて。そう、ありありかもしれない。足立梨花さん、あ、そっちじゃない。ザ年齢、そう本当、童顔って言ったら足立さんでしょ。マジであれす、なんか年齢不詳な、すごすぎる。いつまでもさ可愛いって感じですよね。羨ましいな。ピカピカありがとうございます。どうしようするの、姫にして気にしたら負けようって。水木しか勝たん、マツコデラックスの方が年齢。あ、確かにマツコデラックスさんってさ確か50歳ぐらいだよね。水木もどう、そう、私も童顔の方だと思うんだけど、でも今日はなんかメイク薄い、なんかのっぺらぼうに見える。恋したら色気出るやん。じゃあ一生出らんやん。ゆきさんフォローありがとうございます。ナイフォーデーモンカッカさんデーモンさんは知らん。え、51歳だって。あ、瀬高さんありがとう。欲しい。いつもより目の下のダルダル強調してない。ね、何ダルダルって、もう怒った。ダルダルしてやる、今すぐにでも。あ、皆さんフォローよろしく。あ、下手くそな猫さん、あれ下手くそな猫さんって、えー、こんにちは。ははとか、えー、久しぶり。これで久しぶりじゃないしって言われたら泣いちゃう。別の方、こんにちは、尾上です。え、知ってるよ私。いっぱいいるのかな、人違いだったら申し訳ない。え、知ってるよ。
違う、知らない。でも初訪問どうやろう、知らんかな、知らん、私のことフォローよろしくお願いします皆さん。もうちょっとで450人ですので、目指したいのクマがおみちゃんのチャームブで、え、クマじゃないし、え、クマですか、ダルダルってクマのこと言われてたの、もうショックなんだけどくそー、今ダルダルって言ったわけんかも、もう許さんけんね、許さんけん、クマのこと、クマ、クマは見えんでしょ、そんな私の顔面で、え、見える、あんま見えんやろクマ、記事では泣いていますね、怒ったぞ、怒ったかんな、許さないかんな、かんなかんな、久しぶりに来たよってやるために休むけど、え、もうやだそんな、本当そういうね、あのね、駆け引きなんていらないんですよそういう駆け引きはいらない、いらないですからね、クマさん愛しい、え、もう最高じゃん、じゃあもうずっとクマつけて、つけててもいい、え、そう、笹の葉パンだ、笹の葉パン、あ、じゃあ紹介しますこちらはディオールのアイシャドウ、アイシャドウです。だいたいこの目の下に、ほほほほってこうやってダルダルを作るんですね。いや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 、なんかいつもと違うな、なんやろ、なんで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 、どう、ちょっとおみずきはディオールを使うようになりました。これは自分で買いました、これは自分で買いましたよだってね、みんなこれね5000円ぐらいなんですよ、嘘ついた、7000円ぐらいやったかな、6000円ぐらいやったかな、ちょっと忘れちゃったけど、5000、6000円ぐらいなんです。それをね1年も2年も使えるんだからさ、めちゃくちゃコスパいいじゃんって思っちゃうよ。化粧品のデパコスなん、デパコス、デパコスなんて全然高いと思わん、だって3年も4年も使うんだもん、たった7000円じゃんとか思ってくるよね、思わんって、思わんと買えんとってじゃないと買えんよ、そう思い込むしかないとって、えー買いたい、これめっちゃ可愛い、欲しいって思った、あれ4年は使えるぞ、なんだ6000円かっていうね、そういう思い込みが大事です、思い込みが、わかりましたか皆さん、思い込みが大事です。デパコスを買うときは大事に使えば4年は持つぞっていう、バッグとかもね早く買った方がいいんじゃないとか思ってくるやろ、そう思うと悩んどる暇ないわっていうね、使い方が微妙、そうだよ4年使えるよこの、これ多分、そう使ってる映画のタイムで書いて、そうでしょそうでしょそうでしょ、そう持ってきた私もバッグよね、なんかさ私さ、あのサマンサタバサの自分で買ったバッグがあるんだけど、サマンサターバサのね、あるんですけど、それがねまさかのね破れちゃったの、あんなにいい、あんなにいいバッグがね破れちゃったの、なんだからちょうど4年目だった、だから意外と持たんかったな、まあ、ちょっと使いすぎたっていうのはあるけど、意外と持たんかった、バッグってもうちょっと持つかなと思ったけど、思ったより持たんかったさ、もうちょっと持たしたかったけどね、高かっ
ったよ。いやもう修理せんだって汚かったもん、なんか壊れが破れたけん、もう修理とか買った方がいい。買います。え、買わんね、買わん。だって皆さんがプレゼントでいただいたくれたやついっぱいまだ使えるから。鉄のバッグ重いやん。曲は聞いてないけど、え、聞いてるよ、しょっちゅう。アイドルなんかじゃなければでしょ、カラコンウィンク、おでこ美しいやん。そうか、そこなら安く買えるよ。え、そこってファンの方プレゼント、ファンの方にじゃない、方から。おひづきちゃんこんばんは。服型ついてきた、とうとう8年とうとうって何、トートバッグ、あ、トートね、8年ぐらいですか。あ、わかるわかる、そういうなんかトートバッグ系はさ意外と持つよね。革系の方が持たんかった、革持たんかった、たまたまかな、そもそも。いや、いやちょっと私結構さ、なんか距離感バカみたいなとこがあって、走りながらなんかバッグだけボーンって電柱とか、あの崖じゃないな、こう石とかにこうバーンってぶつかって擦れちゃうのよね。もうちょっとなんか距離感を学ばないといけないわかる、いいよのこと、わかるやろ、わからん。とうとう顔は手入れ、うん、こういうことない。いやもうそれはね素晴らしい。だってどこぶつけたことないってことやろ、それはきっと。そう、私しょっちゅうぶつけちゃうんですよ、いろんなとこに。もうよくないわ、もうちょっとなんか慎重に行きないと。日本代表、あ、勝った、おめでとう。 あれは見てたよ、中継じゃなくて速報みたいなのはずっと見てたよ、 Twitter で。それは鉄でも、うん、鉄でもだから私が持つと何でも壊れちゃう。そう、ぶつけちゃうのよね。なんだろうね、あれは。ぶつけてるっていうのはおかしい、ぶつけてはないんです、ぶつかっていくの、カバンからカバンからぶつかりに行ってんじゃないっていうぐらい、なんか分からんけどなんかぶつかっちゃう、はあ、なんでだろうね。それで壊れちゃった財布15年で。え、めっちゃいいじゃん15年も。なんかさ、あの物持ちいい人はいいですよ、本当に好感度高いですよ。私はお財布ね、最近もお財布買いたいんだよね。お財布ね、買おうかな。あ、やめとこう、やっぱりちょっとお財布はね、あと1年後に買おう1年後に買おうかな。あの最近ちょっと出費が多くて、言いましたっけ、言ってないっけ、言ってちょっと出費が多いんです最近私は。もういらない出費が多いんですよ、いろんな出費があってさ、もうなんか出費が多くても誕生日とか言ってる場合じゃないんです。なんかあのお財布をねずっとね、あの付録おまけの付録のお財布をずっと使ってて、そろそろ新しいのを買いたいなと思ってるところではあるんですけど、まああと1年後ぐらいに買おうかな。でも早く買わんといいの、買うなら長持ち、いっぱい長く使えるように。今週 Amazon でお財布買おう。いいの、今年もそろそろ買わんとなっていうのはずっと思う。半年ぐらい見に行ったりしたんだよね、見に行ったりしたけど結局買わんかった。私は火災保険の何でもなじみが、そうなのよ、私もね、なんかようわからん出費がいっぱいあって嫌になっちゃう。どんな形のお財布、あのね次買うのはめっちゃちっちゃいお財布にする。1粒万倍日お腹鳴りすぎて、あ、聞きましたか今のお腹の鳴り方、なんかも
ギホってギホって言った。なんかお腹大丈夫ですか、なんかいるんじゃない、カエルかなんか。こんばんは、自分で財布買い替えてないだけの。そうなの。まあでも財布買い替えるタイミングって結構難しいですよね。小さくてお金入る、お金も入れなくていいんですよ、もう別に。そもそも財布を持ち歩かないから、最近はね財布持ち歩かないからいらないんですよ、お財布がね。だからそのお袋じゃなくて、なんだっけ、付録のお財布で今十分みたいな感じやから。そもそもね、あれお財布なんかな、なんかキーケースみたいな、あ、キーケースじゃない、カードケースみたいな、カードケースみたいな感じやけん、やけんか、いらんのよお財布は、もう正直言って。だけん買わんでいいかって思っちゃう。なんかさ、どうせ買うならさ、素敵なブランドのさ、もうだ24でしょ次。なんかボコボコ言われちゃけど、なんかね、素敵なかゆい素敵なブランドのさ、欲しいじゃんね。そうけど、いらないなって、お財布お財布いらないなっていう気持ちもあります。そう、ディオールが一番いいけど、ディオールとかが一番いいけど、なんかディオール持ってるとなんかちょっとなんかあれじゃない、みたいになっちゃうかなと思って、お水着のくせにみたいになっちゃうじゃん、なっちゃうかなと思うのと、ちょっと高いじゃん。まあ、でもさ、お財布なんてさ何年も使うじゃん。だって今15年持ってる方もいらっしゃるからね。15年と思ったらさ、ディオールでもよくないって思うけど、どうかな似合ってくる。そうだよ、もうみんなお友達みんなブランド品、20代になってから、みんな働き出したらみんなそうだよね。ユーカリンとかさ、めちゃくちゃ可愛いの持ってんだよね。なんだっけな、ユーカリンとかめっちゃ可愛い。毎回ユーカリンいっぱい持ってるからね、素敵なの。私も1個ぐらい持ちたいけどね1個ぐらい持ちたいけど、ちょっとね気合がいるねディオールのお財布を買うにはもう気合が足らん、私には。あと1年気合を入れるには1年かかります似合わせディオールって何？お財布の、お財布の似合わせってめっちゃ難しくない？バッグとかあったらさ、こうインスタグラムとか出てるやん。お財布なんて見たことないでしょ、私のお財布なんてまあ見せるほどのもんじゃないけん、見らんだけか。付録です、私のお財布は。でお財布の前は、あ、いや、付録の前はなんか無印の真っ黒のお財布使ってたお水着のくせに生意気かでしょ、そう思っちゃうじゃん。でもちょっと背伸びしたい気もするやん、24だし。ユーカリンはね、おしゃれだよ。竹を菊池ってなんだっけ、何も高いもん持ってない。そうなの、竹を菊池って何、あ、聞いたことあるかも。あれはまだお世話だった時のみで一斉出した時に、お店の方とかよりもさ、お友達に恥ずかしくなっちゃうわかる、それめっちゃ。私は
お店の人とかもお友達とかに見られるのが恥ずかしくて、そうかっこよくない、素敵ないいお財布持ってると。まあお財布さ毎日持ち歩くっちゃ持ち歩くものじゃん、いやけんまあいいの。でもうちのおかんがさ、そういえばうちのおかんの教えがお財布はいいものを使いなさい的な教えの方なんだよ、方そう感じなんですよ。やけんおかんはいつもプラダにしろって言ってくるえみっちゃん絶対プラダがいいってとか言って、これめっちゃ可愛くないとか言って、ちっちゃいねプラダのこんくらいののがあって、それめっちゃ可愛いの。でもねディオールよりプラダの方が安かった、そのちっちゃいのやったらディオールの方が高い、プラダの方が高いかなと思ったんやけど、おかんと見に行ったんよ福岡に。そうわかるよその気持ち。えそうだよ、 あの黄色いやつだよ、黄色い付録のやつ。お父さんって財布は、お財布はお父さん、全然笑ってあげる、何島田さん、ああ島田さん笑ってあげる、プラダもつてし、プラダってさルイ・ヴィトン・ディオール、ね、そうなの、プラダの方が私なんか かっこいい感じがして、なんかプラダの方がこうしだっけ高くない？プラダ。なんかディオールはもうちょっと可愛い感じ、可愛い感じのイメージで、プラダはなんかもうかっこいい大人って感じがします。プラザプラザでプラダじゃなくてバーバリーいいの、可愛いよねバーバリー。なんだっけそういうなんていう。ディオール調べて、そうだよディオールってめっちゃ高いんだよ、私ディオールプラダの方が高いと思ってた。でも最初はプラダのあのちっちゃいね、ちっちゃい一番ちっちゃいあのお財布さ、あのなんだっけこれこれポケットにさ入るサイズがいいやん、できるだけちっちゃいのがいいと思って、ちっちゃいのどれですかって言ったらめっちゃ可愛いねのがあったんだけど結局買わんかった。おみーにはバーバやドレンチ着てほしい。そんな高級なもん着れるわけないでしょおみちゃんがこれではエントリークラスでお手頃な。エントリークラスって何買おう、マジプラダの買おうかな、確かにいいよねあれ、めちゃくちゃ可愛かったな、ちっちゃくて。メルカリのデュール、メルカリ一回も使ったことない、欲しい時が買い時です。あ、まあ確かに。ハロー世田家さん、ハートありがとうございます。難しいよねそういう大きなお買い物って。大きくないか全然私からしたら大きいんですよ。でもちょっと待って許せないんだけど、なんか私がこんなにさごめんごめんなさい、突然なんか変なこと言っちゃった。あのねなんか最近出費がいろいろあって、なんかその出費の額がそのプラダのお財布よりもディオールのお財布よりも大きい額だと思ってきたら、なんかちょっとムカついてきましたねなんかムカついてきた、なんだよなんであんな払わないといけないんだよっていう、いろいろね、いろいろ払ってたらさ、いろいろ払ったらトータルってことよ、いっぱい出費しちゃった、ありえない。そうそう光熱費じゃないけどいろいろさ、いろいろだよ。だってこのお家も更新しないといけなくて、なんか更新費みたいな、あ、更新費更新料みたいな、更新料とか言いとらんでよって思っちゃうよね。お
お家のお金もあるし、なんか税金系もあるし、あとね歯医者、歯医者がもうどでかくて、金額が歯医者もあるし、あとなんだっけ、なんかね、あと病院にも行ったんだよね。なんで行ったんだっけ病院で。病院もなんかさ、病院も高かったのみたいな感じで、なんかもうお財布は買えないです。更新料が高く、なんだよそれ、なんだよそれ、今でも取るのね、今更新費、ひっそりつつましく、ひっそりつつましく。本当にあのこの間私ペット飼ってるおじちゃんと喋ったの、一昨日ぐらいに。でめっちゃ可愛いですねって喋りかけたんですよ。そしたらなんかね、あのこの子ね、あのなんか保険に入ってなくてみたいな、もらっ、なんか引き取った、引き取ってすぐ病気になっちゃって、なんか50万80万って言ったっけ、手術2回手術してみたいな、保険がないからそんなするんだよって言って、ペットってそんなに、いや私よりお金かかってるって思った。私の手術代よりお金かかってる。私人間なのにね、えすごいよ、あんなちっちゃい体でさ、どこをそんな手術したんだろうって思った。そう、歯医者さん矯正じゃない、歯は綺麗です、歯は綺麗に並んでおります。そうだよ、国民年金も保険、国民保険も払わないといけない。詰め物、あ詰め物今日行ってきたよ。なんでしとった。なんでしとった、今日詰め物に、詰めに行ったけど、何、なんでしとった。無事には高くて大、なんそれ、大航海時代、ロー実費、そう、入れない、入れない、あそうなのか、入れないとかもあるんだね。あじゃああの方も入れなかったのかな。医療費高っ。あそうなんだ、私も保険聞かんかったらそれ、あでもそうかも、そうかも、そうかもしれんね、お薬だけで、やば、知らんわ、それはお金なくなる、そうだよ。そうか、下に刺さるとくれた気になった。えそれはもうだいぶ前に、あのなんかあのね、自然となんか馴染んできたの。それで今日は詰め物のなんか変えた、詰め物、小指詰めた、なんそれ詰めんよ、これ以上詰めるって何、こう短くするってこと、仕事じゃなくて犬がネガネガ違ってポピュラーじゃない、動物はなかなか、えそうなの、じゃあイノシシとかも入、イノシシは入らんか、あそうか、歯に詰めたのが24金下がって、24金って24金ですか、23でしょ、まだ23歳ですけど、24、痛い痛い、そうだよもう治った、かい、あフォローありがとうございます。皆さんもうちょっとで950人です、よかったらフォローよろしくお願いします。バンチャ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 、ヤッホーヤッホー、昔の人買ってきた、えなんかね豚飼ってる人もいたよ、友達に、豚さんとヤギさんと飼ってる人いたな。年齢の何24金って聞いたことないけど。滝さん旗ありがとう。やばお腹空いてきた。明日はですね配信できるかわからん。ごめん。明日は配信できるかわかりません。なぜかというとご飯に行くから、美味しいご飯を食べてきます。すいません。だからダイエット頑張ってるんですっていうのは嘘なんですけど、
明日はもう超いっぱい食べるんで、明日はもう絶対食べる、もうせっかくだし。で昨日と今日は頑張ったけん、明日明後日から頑張ればいい話、ダイエット。明日はですね、普通にマネージャーAKB のマネージャーの方とご飯行く。もう一人いるけど秘密、誰かは後で言うね。もう一人メンバーいるけど秘密だよ、それは。食べ過ぎて、うん、食べでも気合は入れ、食べるぞっていう気持ちはある。お腹壊しそうだよね、だけんちょっと頑張る。そこは体重を変えて、あ、そう、もう全然言ってますよ。仲良し仲良し、デートじゃないし、女だし。体重はですね、40、言わん言っていい、別に普通ですよ。 3.5 キロ太って、44から 3.5 キロぐらい太って 47.5 ぐらいだったんですけど、やっと46になりました。なんで 45. 点なんとかやったっさ、やけん44まで下ろしたいけん、あと 1.5 ぐらいかな、 1.5 ぐらいやけん、まあ明日はちょっと食べても明後日から 1.5 キロ痩せるよりやろ。頑張れよ、みずき。えらいえらい。いい関係でどついてるの、みちゃみちゃ。そんなん嬉しいけど、でも本当に皆さん優しくしていただいて嬉しいです。ちなみに、ウームさんとも、ウームの方とも、来月かな、ご飯行く。ももちゃんと。あ、言った、ももちゃんっていうウームのマネ専属 の、 あの私のマネージャーさんがいたんだけど、ウーム時代のマネージャーとご飯行く、楽しみ。明日こそお写真、撮るか撮れるかな、なんか撮れたらいいけど、写真を気に入れたらいいけど、そうだよね、そう思った。今日筋トレしてたんだけど、なんか筋肉って大事やなと思いました。すごい筋トレした後ってなんかさ、ウームって何、あのね、事務所です。普通に私の所属してた事務所、元事務所ね。私さ、筋トレしたらさ、すごいなんかいい女になれた気がするのわかる、わからんか、あー今日めっちゃ汗かいたな、めっちゃいいわみたいな、なるよね。ん？おみずきは今個人事業主。そうです、みんな個人事業主だよ、結構アイドルの方って。あ、アイドルじゃないあ、まあアイドルの方もタレントの方もみんな個人事業主ですよ、きっと。チョコザップ行ってるの？行ってない。チョコザップは普通にお家にマット敷いてやってます。マット元からいいような、おい筋トレさんの中で、なんかね、汗かいただけで私はもうやってやったぜみたいな気持ちになっちゃうんですよ、単純なんで。なんで私は今日短パンです。短パンなの、筋トレ終わってからやけん。筋トレ終わってで暑かったっけ、もうパンパンのまんまにいる。このペチペチしてる音が今日私が頑張った証拠です、短パンっていうのがね。筋トレのサウナ最高、うわいいな、いいな、サウナ行きたい。明日サウナ行こうかな。あ、ダメダメ、明日用事ある。ちょっと音のソノリティマジョリティ、筋トレ頑張って偉いって、ありがとうございます。頑張ってるんだよ。どんな筋トレしたか教えてやろうか。ヒュッとかやったし、こういうのもやったし、何したっけな、はい、いっぱいしました。格
フシングとか税務、え、そうだよ、めっちゃ大変だよ、めっちゃ大変やし、めんどくさいし、ソーラン節、あ、ソーラン節もやってたけど、あれは膝が痛くなったんでやめました。かっこいいでしょ、明日自分の日だって、頑張れ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 。たくちゃんフォローありがとうございます。長崎県出身24歳、尾上瑞希です。サバ読んじゃった、23でした。お腹周りうん、お腹周りとかじゃなくて、もう顔をちっちゃくしたいんだけど、とりあえずダイエットで体重を落としたらここも落ちていくかなっていう単純な考え。確定申告昔、え、そうなんだ、5時間も、え、そんな待たんといけんの、それは大変大変だよ、もう本当に。年金とかもさあるでしょ、もういろんな、なんかさ税金系が大変、なんか住民税とかもさあるでしょ、ああいうのもなんかさよう分からんけど、とりあえず請求されたら払うしかないじゃん。なんで請求してくるんですかって本当は言いたいんですよ。でもなんか私の家族っていうか、家族も含めお友達、周りの、私の周りの人たちが異常に公務員なんでみんなが公務員なの、お友達が公務員、全員公務員で、地元の友達がなので、あんまり税金ちょっと言えないよね、今言ってるけど、みんなに言ってる、税金高くないっすかって税金系の、そのうちいるんでちょっとよく言ってます公務員強い、そのうち、え、どれどれ、なになに、どれどれ、普通に税金を使うと間違って、そうなの、もう全然わからんけん、私はもう文句言える立場じゃないんですよ、勉強もしてないし、税金の仕組みも全くわからんけど、とりあえずなんかよう分からんけど、なんか毎月じゃないか、いろいろ請求される税金が高すぎるっていうすごい浅い不満を言ってますその税金がどうなってるかとか何に使われてるかとか、そういうのは知らんくせに浅い文句を言っております。たけたけ、なんでそんな取るんだ、合わんだろう、そんな私の収入と合わんやろうって、税金の無駄遣い、あ、そうなんですか、何使われおるっちゃろ、税金さながりに裏金議員ある、え、裏金かわいいぜ、そんなんやだ、が出てる、引かれる、そうなんのか、え、なんかまだそっちの方がいいな私、違う、全然みんなと一緒なんだけど、私が貧乏だから払えないの税金、いや払ってるよ、払ってるけど払えない、払いたくないって思っちゃう、貧乏賃だから、え、そうなんだ、全然わからん、水木長崎知事になって、え、私が長崎知事になったらさ大変だよどうする、めちゃくちゃになっちゃう、まずはドーナツ屋さんを増やしましょうとか言うかもしれん、で長崎のジャガイモの生産量を北海道を上回ろうっていう対策を取るかもしれん、どうだろうね、こんなに安いじゃない、安全に全部、あ、そうなんだ、へえ、いいね、いいの、何言ってんの知事、私の支援してくれる議員さんを募集します2年で福岡の一部になりそう、え、なんそれ、福岡の一部、道歩いてて足を怪我しない道路なんで、なかなか、え、そうなの、え、でも私結構怪我するよ日本でも日本でもなんかしょっちゅうぶつかってた、大変ですよ、ん、佐賀県に寝り寄せて新幹線博多まで通して、本当ですよ、本当それこそ、本当それは私でも分かります、不便ですよね、
新幹線は博多まで行ったらもう超早いのに。ドーナツ好きなの。そうドーナツ大好き。ドーナツが好きすぎてダイエットできないです。困っちゃいます。助けてください。できないダメだ。ちゃんと恩恵に預かるってかっこいい言葉やな。なんかそうだよね。勉強しなきゃな。結構好きなんだけどな私そういう。好きっちゃ好きなんですよ。なんか税金の話とかまあ普通に好きやし、税金の話とか、あのね高校時代は現代社会が一番得意だったもんで現代社会が一番得意だったんですね。だからそういう話は好きなんですよ。なんか政治好きっちゃ好きなんですよ。だけどちょっと最近勉強意欲がないですね。学ぶ意欲が。ゼロカロリーだって本当にそうだったら嬉しいですよ。何個だって食べるよ。ちょっと現象強いから。ピカピカありがとう。白身さん、オミノミエザルテ、なんそれ。ちゃんと選挙行って、あ選挙はね一応行ってます。選挙は行ってる。なんか分からんけどうちはなんか家族が行けっていうかそういう理由。ごめんごめん、違う違う、ちゃんと自分が行きたくて行ってるって言わんといけんよね。えけどなんか結構家族が行きなさいって言うの。正直私は分かんなかったからさ、あんまり、まあ、ちょっとなんか一応見て、まあ、ちょっとなんかって軽くね、軽く一応見て勉強して投票はしてるけど、まあ、あんまりこう、そうね、あんまりまだそこまでのあれはないかも。そこまでなんかそこまで分かんないとこある。ただ自分のなんか自分のあこれいいなっていうこういうのはいいなっていうことを言ってる方とかには入れてますけど、まだまだですね。もうちょっとなんか勉強しなきゃなっていうところはあります。ねえお腹鳴って、ごめんマジで本当に、あこんなお腹の鳴り方はもうどのルームに行っても聞けないですよ何をこのリアカーを出そうとしてるんですか自分のお腹の聞けないですからね。こんなお腹の鳴り方聞きました。今のお腹の鳴り方グーグー、もっと低かった、グーやばいよ本当に。何も入ってないっちゃろうねお腹に。食べよっか、食べんよ明日食べるっちゃけ、いっぱい。ギャップがね、イメージのギャップがあって好きなんだ。え本当ですか。私結構ねギャップあるって言われますよ。この感じでサッカーできますこの感じでとはふわふわしてそうって言われますけど、ボールを持ったらもうほんとスピードスターですからスピードスターですよ本当ね。みんな私意外とスピードスターですからね。長崎の三笘って言われたことはないですけど、言われそうなぐらいのドリブルができます。十分だ、消去法でもいいんだ。えそうだよ、難しいからあれは。こういうぐらい見てる、そうそうそういうなんか分かりやすいとこしか見てない、見てないけど食べなきゃね集中してきて、ね、無理恥ずかしい。えかっこいいって、やったギャップの塊って、もう嬉しい。長崎の岡野って ちょっと岡野って誰だ。三笘さんかっこ、そうですよ、おみずき、おみとまって呼ばれてた。嘘。あやばもうそんな配信してたの、もう1時間経った。
そう、こう見えて顔悪いからね。野人、うん、え、野球でしょそれ。知らんよ野人とか。知らん、野球でしょそれ。野球は知らん。え、野球じゃないの？岡野さん誰？みずきかみありがとうございます。あ、もう1時間配信したのか、あっという間やったな。サッカーなの？え、わかんない。最近の話？最近の選手ですか？え、世代じゃないんだけど、みずき絶対。え、まあそれは置いといて、それは置いといてじゃなくて、私配信今日ちょっとだけしますとか言って30分ぐらいで終わらす予定が、まさかの1時間も配信してしまった。クククククまたも1時間。え、嘘、元日本代表岡野、え、な、え、わ、世代じゃないって。世代じゃないよ、絶対世代じゃない。だって全然わかんないんだもん。私だってサッカー始めたの2007年とかでしょ。サッカーの代表とか見出したのは2010年ぐらいだから。わかんない、わかんない。時間経つの早かった。あっという間だったな1時間。お腹が空いてさ、お腹が空いて、今日はですね1リットル 1.5 は飲めた気がする。それさ、いたの。やばい、お腹鳴りそう。顔ちっちゃいんじゃなくてこれがでかいのよ。圧倒的にこれがでかい。スターバックスのこのタンブレーが、なんだっけこれ、タンブレーだっけ、タンブラーか、え、なんだっけこれ、なんだっけこれ、なんだっけ、なんていうの、タンブラーか。タンブラーです。え、タンブラーだっけ、タンブラーだっけ、え、なんか変じゃない、タンブラーだっけ。何タンブラーって、タンブラー、タンブレー、タンブラー、まあいいや、なんでも。これが大きいの、めっちゃ大きいじゃん。ほら、おみずきの顔ぐらいあるわ。ちょうど一緒ぐらいかな、私と。でかくね、てか私の顔こんなでかいと、そう思うと。だって全く一緒だよ、こっからほら、横に置いてみ、耳の横に。こっからここ、あ、ちょっとでかいな、タンブラーで、タンブラーで、なんだっけ、タンブラー、タンブラーの方が、いやでもちょうど、え、こう思うとさ、ほぼ私と一緒じゃん、このタンブラーさんがね。え、でかくない、私の頭こんなでかいと、え、こんなでかいと、タンブラー、え、でかくない、私の頭って、え、こんな頭でかいと、恥ずかしいっちゃけど、普通に顔でか、私。え、マジ普通に顔でかくないですか、これと一緒だよ私って。え、これみんなスタバに行ってこれを見かけた人は私を思い出してください。え、おみずきの顔面ってこんなでかいんだってみんな言うと思う。でかいな、まあ一回そんなことは。2リットルあるの？これ、これ2リットルもないよ。700ミリリットル、710ミリリットルやけん。全然、もっとでかいな2リットルやったら。やばい、お腹鳴ってる。何センチやろうね。20センチぐらいありそう。ぴったり。じゃあ皆さんランキング読みますよ。ドロメさんは、あ、最近ね、私ねドラマ見は、ここにメガネがあるのはドラマを見てるからです。あのね、アホなこのお家はアホなあの配置なんで意味わからんよ。私がこっからテレビを見て見えないの、目が悪くて。じゃあさ、ソファーの置く位置絶対違うやんって思うやん。私も思います。
そう、自力じゃ見えないのよ、ソファーからテレビが全くなんで、あのこっから見るなら絶対メガネをかけないといけないんですね。まあ、ヨギボーあるけん、ヨギボーをテレビの前まで持っていくしかないんだけど、そうだけんメガネがここにあるってことはテレビを見たってことでね。テレビ何を見たかって、 いっぱいあるっちゃ言っていい。私が最近見たドラマ全部見ました。いきます。1、ディスティニー、あデスティニー、デザイン、デスティニーわかんない、デスティニーかディスティニーだったか、ディズニーだったか、ディズニーみたいな、デスティニーみたいなやつ、亀梨さんと石原さとみさんのやつで、366みたいなやつと、くるりみたいな、あのなんだっけ、メルルさんのドラマと、あれも見た、お迎え渋谷、お迎えに来ました渋谷くんみたいな、お迎え渋谷くん、渋谷くん、あれ渋谷くんやったっけな、渋谷くんみたいなやつも見ました。も見たでしょ。あとはな、それとあと見たいのは浜崎舞が黙って舞みたいなやつあれを見たくて、花咲舞かなみたいなやつ、あれはまだ見てないんだけど見たいなと思ってます。めっちゃ見てるでしょ、暇だったの、暇で指長いってありがとうございます。そう、超暇で見ました、いっぱい。ディスティニーだよ、あディスティニーか、お兄ちゃん久しぶり見てる、お顔なんか雰囲気変わってびえー、嘘、全然変わらんよ、ほらメガネかけとるけやろ、全然一緒じゃん、変わらんよ、何も変わらんよ、髪切ったぐらい、メイク、あちょっと顔メイク変わったぐらいかな、全然いじってないですよどこもそんな心配はしてないか、別にそういうことじゃない、え雰囲気違う、髪じゃない、本当いじりたいんです本当いじりたいんだけど、そういうお金もなければ言いたいことに耐えれる勇気もないのでできません。全部日本のドラマよ、え全部ちゃんと見てなさそうって思ったろ、思ったやろ、言っていい、2個は見た、違う、デスティニーは全部最初から最後まで見ました。で渋谷くんは30分ドラマだ、20分ドラマやったけん見ました。それ以外はちょっと長らめ、みたいなの、流れ目みたいな感じで見ました。花咲舞だと、いろいろあって、なんかね、あの始まったんだってドラマが、4月からいろいろ、それで見始めました。ちょうど暇なタイミングでいろいろスタートしてて、なまってないいじるなら花でしょ、花いじったらみんなが悲しんじゃいそうだからやめとこう、いじるならボトックス打ちた、こう顔がシュッてなるボトックスを打ちたいですね。あとおでこもピュッてなる、なんか打ってみたりもしてみたりもしてみたりもしてみたい、なんか涙袋とかもヒアルロン酸でこうプクってしてみたりとか、あと二重幅を広げてみたりとか、なんか鼻を高くしてみたりとか、こういう感じになるのかな、で目も大きくして、逆にブサイクになりそう。
2個流し見、流し見か、流し見、流し見、流し見、もしくは長、あ、ながら見だ、ながら見です、ながら見、ながら見って言いたかったの、ながら見、流し見、鼻いじったらやめちゃうの、2倍速じゃないよ、普通に1倍速だよ。そう、4月からいろいろ始まって楽しい、いろいろ、あ、いろいろ、そうだよ、いろいろやりたいのはやりたい。日本で乗り換えだけできないので、すごい成功した、鼻の下にヒアルロン酸入れて大変なことになるのかなって、知らん、目の下のヒアルロン酸入れたいの、知らん、でもみんな入れてるよ、大体可愛い人きっと、あのヒアルロン酸涙袋、一番簡単で一番あのお手頃価格な施術だと思うよ、ヒアルロン酸涙袋は。だって涙袋なんか整形ってよりかはさ、メンテナンスじゃん、どうせ溶けるんだし、半年で溶けちゃう、半年もか持たないと思う、3ヶ月とかで溶けちゃうからね、ヒアルロン酸ね、悪くなっちゃったら怖いからできない、小指に、小指別に伸ばさんでいいもんな、いじる必要ないでしょ、いじりたいよ、それはね、いじりたいけど、あの単純にあの怖いからできない怖い、だって注射さ、ここに注射されるのも私さ、ビビり散らかして倒れちゃうんだよ、無理じゃない、こんなとこに注射されたら、もうキュッ、ああってなっちゃう、目の前じゃられて、そう、痛いよね、可愛い顔ないか、本当本当やめとこ、やめとくか、でも私は全く整形に、整形とか何なんだっけ、あのあれはメンテナンスには全くあれないな、否定的な考えは全くないです、全くない、だって可愛くなれるんだったらいいじゃんって思っちゃうって思っちゃうけどさ、あのさ、確かに今のままで可愛いよねっていうなんかラインはありますよねラインはありますよね、それはわかる、なんか整形が多すぎるとちょっとなんかあのその人のなんかその人のさなんか良さが消えちゃったらなんかちょっと残念に見えたり しないちょっと残念に感じたりもする気もせんこともないなって思ったりもするね、でもなんかメンテナンスいっちゃないかなって思いますけどね、なんかお友達が、あ、お友達は親戚が、親戚の子が何個下だろう、5つぐらい下だなんだけど18とか、あ、この間10、うん、この間高校卒業したって言ってたから18ぐらいの女の子がお父さんに、もう私のおじじゃない、親戚のおっさんに、お父さんに整形したい、二重整形したいってずっとお願いしおるっちゃみたいな話をされて、どう思うみたいな、水木どう思うって言われて、おじさんにね言われたいんよ、なんか娘がね、もう二重は整形したかっていいよっとよって、どう思うって言われて、それこそさ、もう水木がメイクし頑張りよるやんみたいな、毎日メイクしよって、そのなんか美容系には詳しいじゃないみたいな感じで、どう思うって聞かれた時に、私は言いましたよ、いいじゃんって言ったよ、そりゃなんでダメなって言って、あのなんだっけ、その女の子がね、毎日アイプチをしてるんだって、毎日アイプチをして二重にして学校に行ってるんだって、ずっとね、何年も。それ聞いた時に、それやったらいいんじゃないかと思って、なんかさ、多分お父さんからしたらさ、そりゃ
ずっとさ育ててきた娘の顔が変わると思うと、そりゃさいいよいいよとは言えんのはわかるけど、ずっと二重に毎日こうアイテープを貼ってアイプチをして二重にして行ってたんだったら、今更別に二重を固定し何万か払って固定することに対してはいいんじゃないって言った。それはいっちゃないかなって言ったよ。私は全然いいと思うけどね。なんなら毎日その時間、毎日こうテープを貼る時間も無駄やし、それの二重整形をしたことで自信が持てるだろうし、自信にもなるやろうし、いいことだらけじゃんと思ったけど、結局したかしてないかは分からん。で、私は肯定派でしたね、その話を聞いた。でも友達にいるんですよ、整形してる子がね。整形してる子がいて、その子には止めてる。もうやめといた方がいいよって。もう十分可愛いし、十分可愛いかし、これ以上したらなんかもうなんかその良さなくなるって。もうこのここまでが一番今が輝いてるけん、もうこの ピークからもうこうなっちゃうよって言って、ここ今ここみたいな絶頂みたいなこと言ってる友達もいるから、なんかあれやね、全部が全部いいとは思わんけど、そこのあれやね、場所とか施術にもよるなと思う派ですね。そのお友達は、あと親戚の子はさ、私は全然二重幅はいいかなと思った。なんか突然二重にするとかやったら、あーどうやろうねみたいな、自分のその二重の顔が本当にいいのかもうちょっと考えてみとかはなるけど、もうずっと何年も二重を使うってアイテープとかやってるっていう子だったから、それだったら別にもう固定しちゃえばなんか早くないみたいな毎日するのは全然絶対楽だよみたいなね思ったりはするけど、お父さんはまあよかよテープでって言っちゃうね。そう、でも絶対アイテープするよりも二重手術施術して整形、プチ整形ですか、でこう二重綺麗にした方がもう全然綺麗だと思う、アイテープより。だからみんな前に口の、本当そういう方もいますよね。やりすぎちゃいかんなって思う。そうなのよ、限界が分かんなくなっちゃうから。まあでも私が言ったところでするんだろうけど、そこはもう、あでもその友達にも言われてる、もう止まらんくなるけん、おみは絶対せん方がいいって本屋絶対せん方がいいって言われてますね。何も、もうヒアルロン酸も入れん方がいいって。本当はね、なんかもうちょっとヒアルロン酸とか入れてもうちょっとなんか可愛くしたいんですけど、もうそれもやめた方がいいって言われてます。そうね、メンテナンス必要なのもある。男の手つき、いい、徐々にいいと思いますよ。男の人の方がなんかさ、あれじゃない、いいと思うよ。女の人はさ、なんかこうメイクとかでさ結構できそうやけど、男の人いいじゃん、いいですよ。どうしたらどうしたらいい、あ、それはね、あるよね。うちのおかんも言ってた、なんか垂れてくるとか言って、ほらありがとう鉄さん。そう、心配しちゃうよね、大人が目に出ないと大変だ確かに自然になるってこと。そうだよ、だってその子が二重のテープを貼ってることに対しての、あの何、なんか不安とか、なんかバレちゃったらどうしようとか、そういうのか、そういうのもいあるじゃんきっと。私もあのおばあちゃんがおばあちゃんのお葬式の時にめっちゃ泣きすぎて目が腫れてアイプチをしてったので一重になっちゃって、私もともとね奥二重みたいな感じなんだけど、いや綺麗な二重なんですよ。目を開きすぎて二重に見えないけど、
あんまり二重幅はないんだよね私。けど二重なんです普段はね。けどもうまぶたがこうポーンって腫れちゃって泣きすぎてこうなっちゃったのこういう感じで親戚に会わんといけんくなって、もうそれはちょっとしんどいじゃん。だからアイプチをこうやってピッてつけたけど、ああどうしよう、なんかお水着てアイプチなんかしてるの見えてるよとか思われてるかなとか思って不安だったもんね。何年か前やけど2年ぐらい前、不安だったからちょっとわかるその気持ち、アイプチのなんかアイプチの不安みたいなのもわかるよ。絶対やっていいと思うけどね別にいいと思うけど、まあ、お父さんはそれ反対するかな一番か。でも普通にさ心配ですよね。その私さ去年手術したけど、手術する前は本当に自分の体になんかそういうメスとか縫うとかをしたことなかったから、去年したけど去年が初めてだったから、そういうところで言うとちょっと嫌かもね、心配になっちゃうかも。確かに確かに確かに。だって二重ってどうするんだろう、縫うのかな、縫ちょっと縫うのかな、ちょっと縫うのかな、なんどうやってするんだろう、分からんけど。かわいい、ありがとうございます。そうよ楽しいのよ結構。サインせんよね。そうだよね、そういう心配はきっとありますよね。顔が変わるとかもあるやろうけど、そこもあるよね。まあ、でもさ昔よりも全然なんか簡単になりましたよね、整形も。整形プチ整形っていうのがさもう普通みんな やってる感じだもんね。専門学校行ってる時も何人もいたね。 CA の専門学校に行ってたから、 CA さんとかグランドスタッフさんとかのとこに行ってたからこそ、皆さん美意識が高い人たちの集団だったからっていうのもあるかもしれんけど、多かったの整形してる子。整形っていうとなんかあれやけど、メンテナンスでそうだよ、年取ると顔変わっちゃうからね、その馴染まんくなる可能性はあるよね。あ、そう、糸で止めるのか、埋没ね、どんどんなんか簡単になってるよね整形も。一生没、ああそういうことね、切開ね、切開ね、切開はいらんな私。結構ここ開いてるんだよね。じゃあワスンディー、こんにちは、尾上です、っていうね。整形の話、なんで整形の話になったんだっけ。そんな感じです。みんなやりたい人はやっていいと思いますよなんかさ、あの Z 世代なんですよ私って。2000年生まれのね、 Z 世代の子たちってみんな結構整形したいっていう子多くて、でその Z 世代のお父さんお母さんたちはもう絶対ダメみたいな否定的な考えの方が多いと思っちゃうけど、もうなんか時代って時代ですよねっていうのはあるよね。だって韓国とか行ったら本当2万とかで埋没できたりするんだって。目二重に2万円だよ、やばくない？ディズニー行くぐらいの気分で整形できるんだよ。10万ぐらいすると思ってた私。韓国だとね安くでできるし、ね、え、 Y 世代なんだ、かわいい。そう、安すぎるのも怖いなと思うしさ私も。けどやっぱ韓国のは安くていいらしいよ、知らんけど。私のお友達も韓国でよくやってる。そう時代にね、そう私もね時代に乗りたい派なんですよ実は結構時代に合わせたい派ではある。
感覚はコンビニ感覚ですけどね、いいよね。X世代、え、分かる。私は Z 世代。あ、めっちゃ長くなってまさやかさん、ほらありがとう。ツッピン好きだけど、その子にとツッピン好きだけど、その子にとってよければいいね。そうだよ、なんか自分が一番自信持ってて一番テンションの上がる顔面で入れたらいいんじゃないですかって思っちゃうね。若い人頑張ってほしいだって。うん、若い人 Z 世代、ギリギリ Z 世代なの私が確かね。いいよね。でもさ、あの失敗のパターンもあるけんね、怖かよね整形は。ちょっとだってこの顔面でめちゃくちゃ、本当にこの顔面でちょっとでも目がなんか、なんだろう、なんだろうな、もうちょっと目がこうなんかこうなってても変じゃん、わかる？この顔面のこのなんかちょっとでも鼻がキュッてなっただけでもなんか違和感じゃん、キュッてなった時。その微調整っていうのはマジで難しいと思いますよ。一気に変わるともう全然違ってくるだろうし、だってこれがチュッてなるだけで、え、なお水木顔違くねってなるやんね。このちょっとがちょっとでも印象変わっちゃうから、こんな時間まで頑張ってますねって、ありがとうございます。そういった自分の顔面でテンション上がることで、ね、どうやったって自分で、いや、あげなきゃいけないんですよ女の子は、みんなでメイク頑張って、バラディエもそんな褒められたらもう絶対整形したしたいけど失敗できんよ本当に。顔面のもうちょっとのちょっとのね変わってくるから。本当すごいってしないで、だって、えでで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 、せんけどせんけど、なんかめっちゃなる、ちょっと変顔してみてって。変顔なんてね、もともとそんな可愛くないのにさ突然の自虐、変顔なんかしたらもうほんと大変ですよ。お水着いつものやつよ、え、何いつものやつって、そんなんないし、あら可愛いそれそれ、そんな被ることある？心が可愛らしくて優しい人が好き、心が可愛らしくて俺に優しい、え、心が可愛らしいってなんかいいね。それは心が可愛らしい、私も心が可愛らしい人でありたいな。あ、何回りたい、この間ありがとう大好きさん、あ、ギュルギュル言うておりますけど、お腹はキーパーチャージ、どんなやったっけキーパーチャージってね。心が可愛らしい人ね、いいですね。俺に優しい、そう、優しい人が一番いいですよ。優しい人も、私も優しい人でありたい、優しい人になりたいですね。よっしゃー、ランキング読むよ。もう寝る、寝らんと、もうごめんなさい、もうこんな遅くまで話すつもりはなかったんです、こんな遅くまで整形の話をするつもりはなかったんです、すいません。ランキング読みます。第13位たけしさん、ありがとうございます。第12位としさん、ありがとうございます。第11位ブリットさん、ありがとうございます。第10位ロクロクリンビブさん、ありがとうございます。第9位セタンカさん、ありがとうございます。第8位ゆめゆめさん、ありがとうございます。第7位ダニさん、ありがとうございます。第6位ふみさん、ありがとうございます。第5位しろみフライさん、ありがとうございます。第4位しろみさん、ありがとうございます。第3位みやこぶるさん、ありがとうございます。第2位カルカンさん、ありがとうございます。第1位大好きさん、ありがとうございます。すいませんでした、遅くなりました。明日はちょっと、まあちょっとラジオ配信する可能性もありますけど、ちょっと明日は何時に帰ってくるかわからないのと、帰ってきて筋トレとかしたいなと思ったりもしてるんで、顔は出せないかもしれないけど、明日も頑張りましょう。では皆さん、ぜひショールームのフォローよろしくお願いします。
ではおやすみなさーい。